死んだ俺カメ。勝手に殺すな。見失っちゃったな。でかいグモン。グールね。知らないの？マジンガー Z に出てきた飛行要塞グール。あれで機械獣を運ぶの。よく知ってるな。昔アニメ少女。オタッキーなやつ。よし。マジンガーワールドへ出発だ。グール、マジンガーワールド？おっちゃん、おっちゃん、そこどいてくれんと掃除できんのや。すまん。ほんまに試練の班のこと助けに行くんでっか？いや、やめとき、殺されてまうで。そうや、試練班やってまっとらせんわな。ダホ、なんちゅうこと言うねん。構わんさ、それでも俺は行きたいんだ。ジュアやね、今時珍しいわほんま。男の中の男や。なんや、お前らいつの間に。タイムハン行ってきなはい。全国のお掃除隊がアンさんの味方や。そやそや、わてら雑魚キャラの底力見したるわい。こちらお掃除デーモン隊北駐在所だがね、マンション爆破した巨大な飛行要塞が南へ向かって逃走中だね。こちらお掃除デーモン山岳パトロール隊、飛行要塞は海上へ出る模様です。こちらお掃除デーモン国境警備隊、飛行要塞は水玉空間を抜けデビルワールドの外へ飛行中。なんでもな、
デビルワールドの南をさらに南へ進んだ先にな、テクノロジーと巨大ロボットの世界があるっちゅう話や。こんな檻で私を閉じ込めたつもりか。あ、テレポートできない。せーの、どんな超能力の持ち主であろうと、鉛と電界のこの檻からは逃げられない。マジンガーのレーダーエリアに近づいた。あら、お前たちが世界征服を企もうが、司令の嫁にしようが、そんなことは知ったこっちゃない。だがアキラを傷つけるのだけはやめてもらおう。ミサイル攻撃のこと言ってんのか。あれぐれで死ぬような弾か。あんた、俺の性格の悪さを舐めちゃダメだよ。待ってきろ、ミサイル撃ったのは俺に、ここの右半分の女だ。なんだってば、責任逃れたって男らしくビビよ。やかまして、まあ、二人で見ろ、吹っ飛ぶのは俺の方だ。ほらだって無事ではすまねえよ。いや、聞き分けねえ子だ。この危機は逃れるにはどんな奇病も労すんのだ。自分が助かるためならおらがとんでも構わないっつのであんた。そうではねえ。このピンチさえ逃れればハスカリオの油断に突き込むチャンスも生まれつもんだ。ひどい。あんまり精神的に追い詰めちゃいけない人だったみたい。だいだい、あぶ女なのに助けはしゅら短尺なのよ。女さまがにしてピーン。あぬかだってる。黙ってる。いい加減にしろ。2人まとめてぶっ飛ばすこともできるんだぞ。ダメだ。レーダー反応が消えた。アンチレーダーミストを使いやがったな。それにしてもレーダーからは消えても肉眼じゃ丸見えじゃねえか。へっ、大バカ者、今日こそ秘密基地のありかを突き止めてやる。第2章優しいグールの操縦法と、あ、これだ。ビーコン誘導による優しい起動方法、右手にある赤いスイッチ、これか。の隣の緑のスイッチ。よかった、自爆スイッチじゃなかったようだ。ったく、遅い遅い、アシュラは何をやっとる。私のお嫁さんはまだか。
来た。娘さんを私にください。いやいや、君の作った味噌汁が飲みたいんで、ね、いや、ここは一発オーソドックスに攻めてみるか。ガラダ K7 ミュージックスタート。イエース。わしと結婚してください。やだ。ガラダ K7 二人を殺せ。ギャース。ガラダ K7、 ドクターヘルを殺しなさい。アシュラだ、アシュラを殺せ。ドクターヘル、なんちゅうことを。アシュラ、アシュラ、アシュラ、ヘル、アシュラ、お前はヘル。おお、しまった。ヘルだ。あれは、おお、カラビナこの杖で機械銃をコントロールしているんだな。返しなさい。素人が扱えるもんじゃない。試してみればわかるさ。いでよ、機械銃たち。恥ずかしいね。それが度重なるマジンガー Z との戦いで数ある機械銃も残るはこの一体のみ。心臓する資金ももはや尽きた。食料を買う金さえままならず、アパカたちを出稼ぎに出す始末で。貧乏土壌などいらん。そんなのしない。あんたらが無能なだけじゃないか。おお、ウミックスのゴールドカード。あう、あう、あう。俺に協力するならば資金援助してやってもいいぞ。あう、あう。やっぱりその格好の方がいいな。うん。そう。うん、デビルマンより人間の姿の方が好き。はしゃぐな、俺カメ。ここへ行ってもらいたいのだ。太陽ジラナ、行けばいいなと。今行くから待っててね。なあ、お出かけですか。レレレのレなんてな。うん。いや、待って。わしの作った味噌汁飲んでくれんか。いやーよ。
くぬ、老人の楽しみを奪うこの毒素甘み、死ね。なんだ？無理！高視力ビーム！マイクさん！何事だ？鳥の姉ちゃん、加勢するぜ！うりゃうりゃ、死んでしまい！構うな、上昇しろ。しかし宇宙空間までは奴らもついてこれまい。やるな。よし、俺の番だ。ロケットパンチ発射。またけな。バルガス V5 出動。敵を殲滅せよ。愚かな、飛べないロボットを空中戦に参加させてどうするつもりだ。司令のビーム。なんだ、飛べるんじゃない。来い来い、レーザーで焼き殺してやる。似てるな、マジンガの真似したな。おお、離せ離せ。ロケットパンチ。バカめ、死ね、死ね。やったー、ザマー三冠、カッパの。え？え、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 第一エンジン停止、第三エンジン出力低下、反重力エンジン作動不良。このままでは大変ば脱出できねえじゃ。くそ、シレーヌ！お、あちちち、あちちちち。やめろ、シレーヌ！人間ごときが私に命令する気か？私を忘れたのか？大魔王サタン様、高視力ビーム。あんまり使いたくないけど、ここはやっぱり必殺技、ブレストファイヤーオン。うわー、せっかくペンキ塗ったのに。くそー、この姉ちゃんの仇だ、思い知れ。くもー、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 くもー。デーモンの神なるサタン様、人の姿を借りているとは知らずご無礼をいたしました。我を神と崇むるなら命に従え。は、奴の嫁になってやれ。それは。お前は昔からアモン一途だったからな。
姿を変え人間界に落ちていられるサタン様がデーモンの肉体を欲しておられる。何を言ってるサイコジェニー、どういうことだ。お前の精神に死んでもらうということだよ。テレポートせよアモン、不動明の肉体へ。悪魔の体を手に入れたぞ。あなた様の命令がなければアモンはデビルマンになどならなかった。アキラの精神に負け意識を乗っ取られたアモンの弱さを恨むのだ。たとえ虚無の世界へ落とされようとあなたの命令など聞きません。望み通り虚無の世界。ねえねえ何してんの。うるさい。アシカ様、メインエンジンが火を吹きました。着陸して修理しねえと。司令のよう、必ずこの報いは受けてもらう。つえみ通り虚無の世界。ねえねえ何してんの。うるさい。くれるよ。くそ、やられた。よし、これだ。どうなってんだよ、一体。生き返ってくれ。落ち着け落ち着け。コージ、じいちゃんが残してくれたマジンガー Z の力を信じろ。いけ。いったー。見えた。あれが地下都市ジオフロントだ。なんだ、ただの穴ぼこじゃねえか。深さが500メートルもあるんだって。なんだか原始的だな。来なさい。
死んだ死んだ。おい生きてっか。そっちこそ怪我はないか。ないない。よかった。カブト浩二です。こいつはマジンガー Z。 私人面。あなた仮面を信じますか。不動明です。牧村美希です。亀も地に落ちた。何これ、ペット？非常食なの。違うってば。シレーヌ。カイム。忘れ物だよ。ありがとう、カイム。ほんまに、よかったの。感動や。そっか、量がな。すごいパワーだった。ま、今日のところはうちで休んでってください。なんで私だけ仲間外れなのよ。俺もいるってば。マジンガーは壊れた。カブト浩二暗殺のチャンス。ラミア Q3、 お前に働いてもらう時が来た。あはって、何、ね、何何落ちたら死ぬな。あれ、夜になっちゃった。おーい、行くぞー。おーい。またやられたのか。ダメだな、旧型は。うるせえバカ野郎、新型だから出番なよ。古くったって熱く燃えるハートさえあれば。とんだ熱血野郎だぜ。ママのおっぱいでも邪魔ってだ。お前たちだって脳を払い終わる頃にはすっかり旧型だよ。あ、大声出しちゃってすいません。そうだ、男は熱血だ。ああ、分かってくれるか。うん、頭悪そうね。しょうがないわね、男ども。たまんない。あんたら月がたまってっからな。金ならほら、このゴールドカードで。あ、それにしてもこのボコボコ明日の朝までにってのしんどいぜ。だからさ、そげな離れ技やれんのはゲッタ修理工場しかねえべよ。修理工場じゃない、これでもれっきとした早乙女研究所だい。しゃない、引き受けてやろう。オープンジャー。むちゃくちゃな変形するなよ。非科学的だよな。サイコジェニーいるんだろ。社長か。何か用かね、サタン様。みんな縮んでるのにお前は変わらないな。もともと頭でっかちだでよ。シレーヌの処罰を任せる。行け、テムス。なんだ、早く行け。サタン様、なんで天使の姿に戻らへんのか教えてちょ。その方がどえらけには力を振るうことができるでしょう。それに美しいがね。
ありがとう海部、気持ちは嬉しいけど時間をちょうだい。松さん、デーモン族の寿命は長い。カイムは優しいのね振られたからって殺そうとした男もいたのに。ドクターヘルカ、ビーキセツ、冷えてきたかな。この姿はアキラとハルマゲドンを戦った時の姿なのさ。思い出があるんでしょう。思い出か。そうだ、お前アモンの精神をどうした。あのよアモンの魂はカイムに転生させてもらったんだわ。シレーヌとカイムか、うん、デーモン族を抜け二人暮らすのもよかろう。ああ俺は宿業で結ばれた愛ってやつが好きだ。ああ二人に伝えろ、幸せになれとな。ミソカス、緑のスイッチだ。カメカメってもカメ使いが荒いんだよな、ったく。ふう、あとは装甲を取り付ければ終わりだ。けけ、終わりか、終わりか。飯食えるか、風呂入れるか、女来る、しゃぶしゃぶできる。まだジェットスクランダーの修理が残ってんだろ。あったくもう。いや、そのチクタクもロボットの部品か。何？ねえ、事件爆弾。ダンダダダダン。何？ねえ、事件爆弾。なんだって？事件爆弾って何さ？単純な仕掛けだな。爆発すんだよ。バウーンってな。死んじゃうか？死んじゃう、死んじゃう。いいよ、マジンガー Z が吹っ飛んじまうだろうが。機械だろ、また作りゃいいんじゃねえか。だろ、マジンガーはただの機械じゃねえ。俺と生死を共にした。天才ハインリッヒの作ったロボットなら。ドナウ、アルファワン。行くぜ、マジンガー Z。 マジンゴー。そんな場合じゃないしょ、しょ。あら、あっちの世界に魂、いや魂飛ばさないで。あ、ごめん。死んじゃうか。新幹線抜いちゃえばただの粘土さ。本物の新幹は爆弾の中だ。ロボットガミア Q3。 しまった、フルトガンが。人面、爆弾を頼む。そんなんどうせ死んじゃえ。たっぬっくっくっくっ。何すんの。くへ、首なし。デーモンの神様、感謝します。俺って便利、体が爆発に巻き込まれても首さえ残っていれば。デーモン G。
超能力合体。勝つ。そんなありかよ。帰ろうかな。うわっ！おっと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 ！ブロッケン！フリー！てめえ！正義の味方だろうが、なんちゅう汚い手を使うんだ！うるさい！勝ちゃいいんだ、勝ちゃ！ちょうどいい。ブロッケンごと殺してくれる？アシュラ！アシュラにリモートコントロールされているのだな。そんな低級なロボットではない。私はアシュラ男爵の人格をプログラムされているのさ。お前たち二人ともを暗殺するためにな。勝手に仲間割れしてろ。やった。やめなさい。俺の体返せ。男ってのはどいつもこいつも。危ねえだろ。先端恐怖症なんだぞ俺は。やめて。スケベ心は身を滅ぼす。何かしら。またなんかバカやったみたいね。ねえ、彼は？フド君はどうしたの？行っちゃったわ。行っちゃったって、あなたまさかグールへ？フド、アキラとアスカリオ、因縁の対決なのよ。仕方ないのよ。うえーまったく、どいつもこいつも自分勝手なんだから。男なんか、スケベでわがままでチキチョウ嫌いよ。まあ娘さん落ち着いて。何そんなに怒ってるの。おじさんに話してごらん。私も裸見られてお嫁に行けない。おじさん老眼だから見てないよ。見たのはあいつだ。なんでねえ。てめえだって目をどんぶりにして見てただろうが。あら見てたのに。体、こいこいこい。まただよ。到着。なめるな、ガミよ。私とてれっきとした加速装置付きのサイボーグだ。ただし1回に1メートルしか移動できないぞ。うざって。走った方が早いんじゃないの。人の努力を嘲笑うようなことを言うんじゃない。やられちゃったね。お互い情けないね。観念惜しい。見えそうだよ。なんて無防備な。あ、ずるい。この借りは必ず行け。返すぞ。逃げ足だけは早い。何ドタバタ騒いでんのよ。あら、あなた誰？心に深い傷を負った女ロボットだ。ガミア Q3 です。お姉さま素敵。私お姉さまってたくましい。何よあんた、懐かないでよ。おめえじゃねえよ。素敵。ロボットはロボットでいろいろ心の病があるんだね。うんうん。あら、生きてたの。うんうん。おれおれ、気つけてね。よし、おめえなら魔人が倒せるぞ。6連速射下流手法と省エネタイプ。長い名前。Thank you.
思った通り、この太陽がクセモノだ。これは太陽を取り巻いている雲のようなものは、探査球の映像を見せよう。正体は分かんねえけども、この雲が発生した直後に世界が一つ増えるのだ。悩み知らずな顔しやがって、てめえがこの世界の創造主ってわけかなあ、アキラよ。もうやめよう。何をだ。せっかくこの世界の秘密が分かりかけてきたんじゃないか。リアルな世界へ戻れるんだぞ。このまま戻ってどうする。また敵味方に分かれてハルマゲドンを戦うか。カルマは修正できる。お前が俺の言うことを聞いてさえいればな。分からないのか。この世界はそのためにあるんだよ。この愚劣なギャグとパロディの世界がか。見ろ、このバカ面の手のひらで踊れというのか。承服できんねえ。俺以外の神など認めない。リョウ、ここは子供の世界だ。まだやり直しが効くんだ。デーモンと人間も、デビルマンとデーモンも、ロボットとだって仲良くやっていけるんだよ。たまに半端者もいるけど、このまま戻ってもまたお前と戦わなくちゃならない。自分を笑う勇気を持てよ。世界はみんなが少しずつ変わることで成り立ってるんじゃないのか。お前が世界の方を従えようとするなら、それが世界のバランスを崩してしまうなら、お前と再び戦おう。決戦だ。対決、アキラ対リョウ、その壮大な戦いがまた始まった。オーマイガッツ。この世界の秘密を暴くため、一のグールは太陽へ。見えた、これが新世界誕生か。今始まる再生の物語、果たしてジャックの正体は、はたまたアキラの運命は。原作読んでいてね。次回、チビキャラワールド3、これで最後だ。バイオレンスジャック。母ちゃん今帰るから仮面。